わけか歌うことと果物が大好きな望月美里です。ぶどうの美味しい季節がやってきました。実はここ竜王町もぶどうの産地なんです。巨峰にデラウエやマスカットとぶどうにはいろいろ種類がありますが、今日ご紹介するのは竜峰というぶどうなんです。それでは美味しが嬉しが地産地消のすすめスタート。この番組は環境こだわり農業を推進する滋賀県の提供でお送りします。おいしがうれしが地産地消のすすめは、滋賀のおいしい食材を今が旬に食べてもらおうと紹介する番組です。今回ご紹介するのはぶどう竜峰です。まずは道の駅竜王鏡の里にお邪魔します。うわー、広い店舗ですね。お客様で賑わっています。所狭しにギュッといろんな野菜が詰まって並んでいます。そうなんですよ。採れたてのですね、竜王町の新鮮で安全な野菜が非常にたくさん種類ございます。おかげさまでですね、竜王町は本当に種類が多くてですね、新鮮な野菜とか果物、お花ですね、それから畜産では近江牛とかですね、卵もですね、非常に種類が多く出ております。いろんな種類があるんですね。そうなんですよ。そのね、いろんな種類のですね、農産物を私ども手作りで加工してですね、パンとか惣菜、そういうものもですね、たくさん販売をさせてもらっています。まさに竜王町がギュッと詰まった道の駅なんですね。全くその通りなんですね。突然ですが、今が旬採れたて一番ランキング、ここ道の駅竜王鏡の里の旬のランキングをご紹介しましょう。5位は何でしょうか。じゃらん。5位は黒豆うどんとあびたけご飯です。竜王で採れる黒豆うどんに練り込んだ黒豆ささめうどんと竜王特産のあびたけを使用したもち米入りのご飯が入ったお弁当です。竜王の特産は一度に二度楽しめる おすすめのお弁当です。4位は何でしょうか。4位はじゃらん、パン工房さんのカカブランドカスクートです。地元のコカブさんの牛乳から作ったナチュラルチーズをカスクートに挟みました。食べていただいた時に口の中で素材の風味と清涼感のある風味を楽しんでいただき、夏にぴったりのパンです。3位は何でしょうか。じゃらん。3位は6月に販売されたばかりのトマトジャムです。竜王さんのトマトを 100% 使用したトマトジャムです。地元で採れたトマトを地元のお母さんのグループが加工して作ったジャムです。トマトのジャムってすごい変わってますね。そうなんです。珍しいので、まだ販売されたばかりなんですけど大人気なんで、一度よかったら食べてみてください。気になります。じゃあ第2位は何でしょうか。2位はじゃん、近江牛ハンバーグです。こちらはレストランさんで販売開始以来年間1万食を超える大人気メニューです。お米の方は秋の歌を使用し、サラダは竜王さんの新鮮な野菜を使用しています。ハンバーグのソースには竜王さんのあびときを使用しています。では第1位は何でしょうか。じゃらん。1位は竜王の夏の代名詞ともいえるブドウです。デラウィアから始まって今はサニーリューズが出始めています。今後は毎年大人気の竜峰が出始めます。竜峰は大粒でジューシーな上にとても甘くて美味しいので、ぜひ一度試しくださいませ。私、竜峰が食べてみたいんですけれども。そうですね、食べてください。それじゃあ実際に栽培しているところにですね、行ってもらいましょうかね。はい、ぶどう畑に行ってみましょう。はい、行きましょう。やってきたのは竜王町山の上ファーム竹山のぶどう園です。こんにちは。こんにちは。これ全部竜峰ですか。はい、そうです。たくさん育ってるんですね。はい。この竜峰はどういった特徴があるんですか。はい、それじゃあちょっと開けてみましょうか。はい、はい、あ、めっちゃ綺麗ですね。はい、この竜峰はどういった特徴があるんですか。はい、この竜峰は、
ほのかな甘い独特な香りで、果肉の柔らかい多重なブドウです。粒がとても落ちやすいので一般市場には流れないので、皆様には竜王へ来ていただいて、ぜひご賞味していただきたいです。竜王でしか買うことができないんですね。はい、この竜王で一番おすすめのブドウです。そばにいるだけでいい香りが広がっています。もう我慢できません。ということで竜王を特別に試食。はい、いただきます。はい、どうぞ。めっちゃ甘いです。一粒にギュッと濃厚な甘さとコクが詰まっていて、はい、本当に美味しいです。あ、はい、ありがとうございます。ここで美味しい竜王の選び方を伝授。この、赤紫にしっかり色のついたブドウを選んでいただいて、それに加えて、ブドウの表面にプルームっていう白い粉がついてますので、それがついていると新鮮な証なので、そこを見ていただいて買っていただくとよろしいと思います。竜王はブドウ狩りがないので直売でゲットしてください。でもファーム竹山ではブドウ狩りが楽しめるアーリースチューベンという品種を栽培されています。こちらは、アーリースチューベンっていうブドウがなってる園です。アーリースチューベンってどういったブドウですか？私初めて聞くんですけれども。はい、まず一般 のスーパーには並ばないブドウなんですけど、糖度は19度ぐらいまで上がってて、粒が細長いんですけど、これは種が抜けてるって証拠です。糖度が19度って本当にとても甘い。はい、よかったら食べてみてください。ありがとうございます。黒々とした美味しそうなアーリースチューベンを一口パクリ。このブドウも美味しいです。はい、竜王は独特のとろっとした甘みやったんですけど、こちらのブドウはブドウらしいブドウの味がしますね。とっても美味しいです。はい、ありがとうございます。ファーム竹山では8月中旬にはカイミレーやベリーエーといった品種のブドウ狩りが楽しめるようになるそうです。それは楽しみですね。はい、ぜひ皆様には、ブドウ狩りへ体験していただきたいです。竜王のブドウは新鮮で甘くてとても美味しいですよ。皆さん食べに来てください。竜王町のブドウ竜王を買うなら道の駅竜王鏡の里、国道8号沿いにあります。営業時間は午前9時から午後6時まで。竜王鏡の里で検索していただくとホームページもあり、旬の情報を知ることができますよ。竜王とっても美味しかったです。他にも竜王さんの新鮮なお野菜や加工品がたくさんございますので、皆さん要チェックですよ。竜王鏡の里さんからお知らせです。はい、竜王鏡の里では8月10日本日より18日までお盆フェアを開催しております。夏の美味しいものをたくさんご用意しておりますので、ぜひお越しくださいませ。また8月12日まではお盆の朝市ということで、お盆のお花を大特価で午前8時より販売しております。また8月13日ぶどうの試食販売を行います。こちらも店頭販売でございます。早朝より皆様のお越しをお待ちしております。皆さん竜王鏡の里へぜひお越しください。15日16日は牛丸くんも待ってます。会いに来てください。待ってます。待ってます。おいしがうれしが地産地消のすすめ、ブログも公開中ですので皆さん覗いてみてくださいね。次回は金瀬の里立冬のいちじくをご紹介します。お楽しみに。